皆さん、こんにちは。日本テレビ系列で1997年から不定期放送しているドキュメンタリー番組、七男二女11人の大家族石田さんち。当番組は茨城県常総市に居住する大家族の石田家に密着したもので、日本で最も有名な大家族といっても過言ではありません。そんな石田家の現在はどうなっているのでしょうか。またギャラが高いという噂の真相についても調査してまいりましたのでお伝えいたします。まずは家族ごとのプロフィールを現在の様子と一緒に見ていきましょう。石田家の家族構成は父親、母親、七男二女の11人家族です。父親の明さんは元美容師で、世界最大の外資系化粧品会社ロレアルに転職し、営業本部長まで務めました。後に美容学校の校長にも就任しています。大家族なのにお金持ちで、どこか上品な感じがするのも納得ですね。また出身地である山形県庄内市など様々な場所に呼ばれ、講演会の講師などもしています。子供9人も育てた子育て法などいろいろ聞いてみたいですね。なお現在は仕事を定年退職し、第二の人生奮闘中です。母親の千恵子さんは実母である認知症の美佐子さんの介護をしていましたが、現在は特別養護老人ホームに預けているため、比較的時間に余裕ができたようです。ずっと子育てで忙しくしてきたので、そろそろゆっくりと自分の時間を過ごしてほしいですよね。しかし愛犬のりんちゃんを近所のしつけ教室に通わせるなど、子育てが終わったと思ったら今度は犬のお世話で忙しいなんだとか。とはいえ趣味のフラダンスを楽しみながらポジティブに暮らしているそう。なお母親の千恵子さんも講演会に呼ばれ、子育てについてなどの講演をすることがあります。長年石田さんちの取材を担当するモッピーさんとお母ちゃんによる YouTube チャンネルまであります。テレビでは放送されない裏話などが知りたい方には必見ですね。長女直子さんは2010年頃からテレビに出ることがなくなりました。視聴者から直子さんを心配する声が上がっていましたが、現在は結婚して埼玉県に住み、幸せに暮らしているようです。結婚願望はないと発言していたことから、ただ彼氏と同棲してるだけじゃないとの声もありますが、結婚相手の家族がメディアに厳しくて登場できないとの声もあります。長男孝之さんは国立茨城大学を卒業し、日立情報制御ソリューションズに就職、鉄道制御のプログラミングのお仕事をしています。石田家の長男として兄弟姉妹をまとめ上げたり、両親の夫婦喧嘩の仲裁役をするなど、かなり優秀な様子がうかがえますよね。次女芽衣子さんは市役所の税務課で非正規社員として働いています。兄弟姉妹の中で唯一父親と一緒に実家で暮らし、猫が大好きで飼っている猫ちゃんをとても可愛がっています。結婚願望がなく、今まで彼氏や恋人がいたという話は出ていません。次男和弘さんは18歳で自衛隊に入隊、高校の同級生と結婚しました。相手方に婿入りし、妻、嫁と子供2人と暮らしています。また小さい頃からカメラに映るのが好きではなかったようで、長女の直子さんと同じくテレビに出ることはなくなりました。三男光雄さんは日本工学院八王子専門学校を卒業しています。卒業後はカメラマンとしてテレビ制作会社に就職しましたが、激務の割にお給料が少ないということで退社、別の職種へ転職したようです。四つ男千尋さんは地元の製鉄所で働き、堅実な人生を送っています。一人暮らしをしており、以前水害があった時には家族の避難所として住まいを提供してくれた優しさも彼女がいるようなので、もしかしたらそのうち結婚して新しい家族が増える可能性があります。逸夫元木さんは神奈川工科大学大学院を卒業しています。大家族の中で大学院まで卒業するあたりはさすが石田家ですね。 IT 関連会社に就職していましたが、昨年秋に2回目の転職、キャリアも年収もアップしました。睦夫の裕二さんとルームシェアをしていましたが、現在は 3LDK の中古マンションを購入、
充実のリモートワーク生活を送っているようです。ムツオ、ユウジさんはもともとテレビに映るのを嫌がっていましたが、美容師になってからはたびたび出演するようになりました。アシスタントを経てヘアカットまで担当する美容師になりましたが、美容師は退職。現在は美容師経験を生かし、ヘアドライヤーダイソンの実演販売員として全国のデパートを飛び回っているようです。七男、俊二さんはパリ総合美容専門学校を卒業しています。東京で3年間美容師として働いていましたが、現在は退職。小さい頃からかなりやんちゃで反抗期も凄まじかった俊二さんでしたが、現在はお小遣いを渡すなど優しい高校息子に成長しています。また2020年11月の密着特集放送で結婚報告をしました。奥さんの名前は舞さん。2021年12月の放送で無事子供を出産したことも判明しています。石田家は最後の放送から少しずつ家族の形が変化しています。最後の放送の時点で明さんと千恵子さんは円満別居していた状態。千恵子さんの実母美佐子さんの介護のために家族と別居し、介護施設に預け実家で一人暮らしをすることとなりました。石田家の最後の放送が終わってからネット上では千恵子さんと明さんが離婚したとの噂が流れました。メディア露出のなくなったお二人でしたが、おのおのが講演会など近況報告をしており、夫婦関係が複雑であること発言がされ、そのような噂が流れたようです。しかし2022年に千恵子さんが文春オンラインのインタビューに回答、現在も明さんとは席を抜いていないことを語っていました。その時のインタビューで以下のように語っています。でも顔を合わせるとお互いに文句を言いたくなっちゃうんで、今がちょうどいい距離感なのかなって。子供たちももうみんな出て行ったので共通の話題もないし、あの時こうだったよねっていう昔話をしても、あっちは汗水垂らして働いていたので家のことなんか知らないじゃないですか、俺はそんなこと知らねえよって言われたらそれまでだし、だから何にも話すことがないんですよ。仲悪いわけではなくて、長年一緒にいると慢性になってしまうことは珍しくもありません。とはいえ決して夫婦仲が悪くなってしまったということはないようですね。20年以上番組が続いている石田さんち。石田家がお金持ちな理由には、明さんが良い仕事をしていること以外にも、大家族の中でもギャラが良いのではという噂があります。噂によると家族の人数かける10万円をギャラとして支払われているとか、明さんが優秀な営業マンでありビジネスマンということで、他の大家族と違って視聴率に合った出演料を交渉したのではないかとの説もあります。ただこれらはあくまでただの噂で、他の大家族よりも自立して正社員の仕事をしている子供が多い、他の大家族よりもしっかりとしたファンが多く仕送りがまともなどの説も強いです。特に男の子たちはちゃんとした仕事をして精神的にも強い子が多いので、家族の旅行などを補助してる可能性が強いですね。この点も他の大家族と違った雰囲気があって人気なのでしょう。以上、今回は石田さんちの家族の現在や番組のギャラについてお伝えいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。